こう入り口ね、御所庭園。お、チャリ、自転車、バイク OK なんだな。バイクでぐらいよかったな。バイク OK ですね。はい、京都御所内ですね。いやー、広い。広いぞ、これ。松の木もまた、これ歴史を感じるような、生い茂ったもんですね。ただ雑草がひどいね、これね。ちゃんと、あれですね、刈り込んでほしいところですね。ただこう、広い。東京のね、江戸城の皇居の方がでかいですけど、まあ、こういう、ほら、はるか向こうまで、まっすぐですね。多分そこ、門が見えてきましたけど、塀が見えてきましたけど、あれが先導院御所。先導院御所っていうと、天皇陛下から引退して上皇になられるんですね。その時に入るお屋敷がこの先導院御所になります。院御所っていうやつですね。塀は同じですね。普通の御所の塀と同じ。ちょっとこう斜めってる感じでできてます。この門は封鎖されてて、開かずの門となってます。建築様式もなかなか古い平安時代からのものなのだろうか。で、あともう100、200、あ、またこれで、まだちょっとありますね。150メートルぐらい。はい。で、反対側、左側がですね、普通の御所。こっち絶対でかいですよ。これ絶対でかい。圧倒的にでかい。大広間があってね、あの、広間じゃないけど、あ、広間もあるんですけど、あの、本当に、なんだ、ラストエンペラーみたいなところがあります。こっちは御所。入れないぞ。やばい。やばいやばい。正門って書いてるけど、ここじゃないのか、これ。入り口は。ちょっと通過します。次の。カード、そこカード曲がるところまで行ってみよう。京都の、こっちは御所。カラー用になってるんですね。ああ、ね、こっちさすがに、でかい。はい、こっちは先導御所。先導院御所。入口発見。ここだ。ここですね。じゃあ受付します。あ、これ入ってみ。おお。すごい。あ、ここか。あ、ご苦労様です。はい。ここで受付。先導院御所到着しました。ギリギリちょうど時間が11時3分前。おっと、オーディマピゲ。はい。ああ、池泉回遊式なんですね。はい。あ、この休憩所もね、京都って感じだ。あ、そっか。真夏はないんですね。富士とか、雪景色がいいんですね。